岐阜市の漁業組合が捕獲した産卵時期を迎えたアユ。メスから卵を取り出し、精子を混ぜて受精させた後、孵化施設まで運び、1メートルほどの円筒状の装置に入れて孵化を待ちます。長良川の水が循環する孵化装置に入れた卵は、2週間ほどで孵化し、稚魚は河口堰の水路を通り海へ向かいます。去年は40万匹が遡上したアユ。今年は20万匹と半減していて、対策が急がれています。